こんにちは。今日はですね、今ジョギングの最中にですね、まあちゃんと言えてないな、ジョギングの最中に今動画を撮っております。ちなみに今どれぐらい走ってるかと言いますと、7キロ弱ですね、6.8キロ今走っております。今日ね、このね、まあジョギングの休憩中に、動画を撮ってるのは、これですね、ジョギングの時には必ず水分補給をしましょうということで、実はね、私ね、つい最近まで、このクソ暑い中でも水分補給しながらですね、走るっていうのを一切してませんでした。理由はね、特にないんですけど、なんかね、こうね、お水を、何かこう、手に持ってとか、腰に挟んでとかして走りながら、あとポケットに入れながら走るっていうのが、すごいね、なんか走りづらくて、すごい嫌で、もう全然してなかったんですけど、さすがに今年はね、めちゃくちゃ暑いなと思ってですね、前回のジョギングからですね、お水を持ってね、走って、で途中でね、休憩挟みながら、まあ、水分補給しながら走るとですね、だいぶ楽だなっていうのが分かりました。逆を言うとですね、今までそれ知らなかったんで、そのままずっと走ってると、もしかすると熱中症になってたのかなっていうふうにですね、熱中症でぶっ倒れてたのかも分かんないなっていうふうでね、改めて今回気づきました。本当ね、このね、お水っていうのはね、大事だなと。あとね、まあ、走りの中でもいいんで、こう、最近だとこう、塩分チャージするタブレットとかね、飴とかもあるんでね、まあ、そういうのをね、取りながらですね、熱中症にならないようにですね、楽しいジョギングライフを過ごしたいなというふうにね、思ったんでね、ちょっとこう、今回はね、ジョギングの途中で、合間で動画を撮ってみました。はい。まあこれはね、ちょっと自分への戒めじゃないんですけど、まあ自分への教訓というのもあってですね、ジョギングの時には、水分を補給しようというね、動画を撮ってみました。さて、まだね、半分、ゴールチェーンまでまだまだあるんでね、これからね、さらに走っていきたいと思います。じゃあ今日はこの辺で動画を終了いたします。ご視聴いただきまして、ありがとうございました。